ってやらんのな。これぐらいだと10年ぐらいもう毎年来るんです。ちょっとあの金運を高めるために、商売繁盛とかを中心に平凡に家族みんなが幸せでいられるように成績を上げたい、茨城に来たんで一番有名なとこ来ようかなと思って、家族で元気でいれればそれで、はい、いいです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ようこそお参りくださいました。はい、ありがとうございます。